女札油地獄は、近松門左門作の人形浄瑠璃、世話者、三段、享保六年に人形浄瑠璃で初演。人気の近松作品ということで歌舞伎でも上演されたが、当時の評判はかんばしくなく、上演が途絶えていた。ちなみに、実在の事件を本案したというのが定説だが、その事件自体の全容は未詳である。明治になってから坪内の、 近松研究会で取り上げられ、明治42年に、歌舞伎で再演され大絶賛された。文楽での復活はそれからさらに年月を経た、昭和27年であった。近年では歌舞伎、文楽の他に、映画化や、テレビドラマ化もされており、女殺し油の地獄と発音されることが多い。大阪天満の油や、河内や徳兵衛は万頭上がりで遠慮がちであった。それを良いことに、 義理の息子である余兵は増長し、店の有り金を持ち出しては、新町の遊女に入れ上げる放灯者であった。母親のお沢と徳兵衛は、懲らしめのために、余兵を感動したものの、小遣い銭にこと書いては不憫であるとして、同じ町内の油屋、豊島屋の女房、お吉の手から、密かに銭を与えられていた。それでも遊ぶ金に困った余兵は、金貸し面や小兵から、 義父の偽番を用いて一貫門目の金を借り受ける。借金を返す宛など持っていない余兵は、日元に責められて、お吉に急場を逃れるための無心をするが断られる。日地も察知も行かなくなった余兵はついにお吉を残殺。店の掛け金を奪う。何食わぬ顔でお吉の35日の供養に列席していた余兵だが、天井でネズミが暴れ。 殺しの現場で、余兵がお吉の父を拭った、小障門を落とす。それには動かぬ証拠として、余兵の署名があり、悪事が露見した余兵は直ちに召し取られた。初段、野崎観音。南波北の新地の遊女小菊は、侍客に連れられ、船の野崎参りである。本天馬町の油屋都島屋の女房お吉は、筋向かいの同業の野良息子、河内や余兵に意見する。 余兵は遊び、仲間の三人連れで、小菊の客の合図侍に喧嘩を吹っかけ、高月藩の故障頭が、殿の第三の露死に出会って、その小袖に泥を跳ね上げ、勝ち頭の叔父、山本森上門に抑えられ、危うく助かる。二段、河内屋。徳兵は、元の番頭であって、九州の死後頼まれての入り婿であるから、余兵はとかく遠慮がちな徳兵を馬鹿にする。 余兵の兄多兵は弟を放逐するように母に、進める。余兵が金を貸さないと言って、義父を足げにするが、母も呆れてついに家から追い出す。三段、豊島屋。五月四日夜、亭主は賭けを集めて、一旦帰って、また出かけるが、その留守に徳兵と女房と別々に訪ねてきて、余兵に小遣いを貢ごうとお吉に頼み込む。 物陰でこれを知った余兵はその小遣いでは不足だとして、金を貸せとゆすり、お吉に断られるなり、ついにお吉を見せ先で斬殺する。新町、北の新地。余兵は、新町から新地へと遊び回る。お地森エモンは意見のためにその後を追う。豊島や、お吉の三十五日の弔いに、余兵は、証拠が揃って召し取られる。お吉を殺す場面で、揉み合ううちに、 油壺が倒れてしまったため、逃げ惑うては転び、追いかけては転び、油まみれになりながらの殺害となる。歌舞伎では、本物の油の代わりにふのりを使うことで、臨場感を高める。一方文楽は、実際の人間ではできないほど人形を滑らせることで、油を演出する。1924年5月31日公開、小竹キネマ制作。監督は、 野村香織るキャスト1928年3月28日、公開。帝国キネマ製作。監督は佐藤一つ一郎。キャスト1936年7月31日、公開。片岡知恵蔵プロダクション製作。監督は藤田純一。キャスト1949年10月31日、公開。題名は女殺し油地獄。 大英制作。監督は、野口明。キャスト1五十七年十一月十五日、公開。制作は東宝。監督は、堀川博道。題名は、女殺し油地獄。キャスト1九十二年五月二十三日、公開。フジテレビジョン、京都映画制作、小畜配給。監督の五射英雄は、公開後の八月三十日に死去。 生前最後の作品となった。お吉がかつて河内屋の方向人で奪代わりに余兵を育てたことになっていたり、小菊が油屋の元締めの一人娘であったり、お吉が小菊に嫉妬して余兵と肉体関係を持つなど、設定もストーリーも原作から大幅に改変されている。キャストスタッフ2009年5月23日公開。ジョリー・ロジャー製作、配給。 キャストスタッフネット系列の NEC サンデー劇場で1960年10月2日に放送。唯一の民放放送。キャスト NHK 総合テレビの文芸劇場で放送。キャストスタッフ NHK で1984年9月29日に放送。キャストスタッフ黒沢明、酔いどれ天使の大詰めでペンキに滑って乗った打ち回りながら乱闘するのは、 本作がヒントになっている。2014年のテレビドラマ、弱くても勝てます青子先生と、ヘッポコ高校球児の野望にて、野球部員がこの作品を本案した劇を、学園祭で上映しようとするシーンがある。ありがとうございます。